北斗の剣のケンシロウだ。708ある経絡飛行のうちマミをついた。お前はこれからずっとこの放送を聞くことになる。お前はもう聞いている。ラジコミ、この番組ね、テレビ見ないでチューニングしてくれたありがとう、あなた本当にありがとう。うわー、マミ嬉しくてね、ワクワクしてます。本当に張り切ってるんだけど、マミのドキドキ伝わるかな。今日の電波の受信状態はどうかしら。ねえ、なんかマミの声は張り切れすぎて超音波すぎるかな。チューニングメーター振り切ってるかな。でもね、外はすっごく寒くなってきたから、あったかくして聞いてくださいね。それからそうか、早くもね、番組が始まったばっかりだっていうのにハガキも来てるの。これも後ほど紹介するからね。さあ、これから30分マミとラジオでコミュニケーションしてね。ここでご紹介しますのはね、マミの片腕ならぬ両腕になってくれる強力なブレンです。ある時は石より硬く、またある時はマシュマロのように柔らかく。果たしてその実態は。ワン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 、どうも、はじめまして、ミンキーヤスというかね、岩崎ヤスオです、はい、どうもはじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。はい、こちらこそ、あのミンキーヤスさんがアニメに深くえぐってくれるそうで、アニメレポーターでございますので、ね、はい、もうアニメのことなら何でも任せていただきたい。私はもう喜んで答えちゃう。マシュマロのように、なんか細腕ですけどもね、はい、細腕で頑張ってまいりたいと思いますけどもね、はい。今日は何をしてくださったんですか？今日はほら、マミちゃん声優さんに憧れてる。そうなんですよ。憧れているんだけどね、声がこんなだから誰るかなと思ったらね。いや、変わった声の人の方が声優さんに向いてるんですわ。これでもよく言われるんですよ、芝居をしなきゃダメだって。あ、それ大丈夫、感情をですねありのままぶつける、これですよ。ありのままぶつけすぎるとね、私よくねミキサー泣かせって言われるんです。針が振り切っちゃって声をギャって。今も入ってくる前振り切れてた。レッドゾーンに入るからってね。レッドゾーンのマミ、そう、ね、ビンビンです。7000回転。そうなんです ね。でも本当にアニメに挑戦したいと思ってどうすればいいんですか？そうですね、まず声優さんの声をよくお勉強するということで、まずある時はキン肉マン、で、ある時はケンシロウ、ある時はオヨネコブーニャン。しかしてその実態はこの人。どうもこんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。地声はこういう声でございますので、お名前を一つ。神谷明でございます。まあ、しかしあの今度ね、マミちゃんのラジオがね始まるということで、非常に期待してるんですけどもね。なんかヤスも一緒に出るんだって？アニメのコーナーだけちょっとね。なるほど。レポートをまたしようということで、なんかマミちゃんとは同じ事務所で。そうなんです。今なんかコメントしてガールフレンドとか妹とか言ってますけど、勝手なこと言ってるんですけれども、まああの普段はね、いい友達という感じで、ぜひあの聞いて応援していただきたいと思いますんで、どうもありがとうございました。どう面白いこと今聞いててね。だけどね、マミちゃん声優の素質ある。なんで？あのね、神谷さんもやたら声がでかいの。そう、レッドゾーンの神谷と言われてるんですよ。だから第一段階は合格マミちゃん。本当？やった。多分ね、ラジオ聞いてる人でもね、私もなってみたい、僕だってと思ってる人いると思うんですよね。そういう質問のおはがきはね、どんどん僕の方へね、あのまたマミちゃんの方へもね寄せてください。何でも答えちゃう、何でも調べてきちゃう。はい、例えば声優さんに挑戦してみたいとか、アニメの勉強したいとか、あの声優さんのことなんか調べてほしいなんてあったら、アニメフォーカスのコーナーにね、はい、何でもお便りくださいね。アニメよろず相談所、ミンキーヤスさんがお答えしますよね。待ってますよ。はい、最後のラストのお便りはね、兵庫県宇都宮市のペンネームしょうもな大臣君からのお便り。わーい、マミちゃんの声が今日から聞けるぞ、万歳。僕は番組を全部録音して保存することを誓います。それからこの番組のためにハガキも買ってきました。だから楽しい番組にしてねって。うん、もちろんするよ。それかそろそろ中間テストのシーズンですね。マミちゃんからこの放送を聞いてる人みんなに励ましの言葉を一言言ってください。もちろん僕も19日からテストです。最後にちょっと早いけど、マミちゃんお誕生日おめでとう。あ、知ってんのかな。しょうもね大臣くん、それから中間テストの皆さん、これから寒くなるからあったかくして試験勉強頑張るんだよ。それからね、しあさって10月16日マミのバースデーなんだけど、ラジコミの誕生が何よりも最高のプレゼントになりそうなマミです。本当に最後までね30分聞いてくれてありがとう。ともかく今日から始まったばっかりのよちよち歩きのマミのラジコミだけどね、みんなのハガキとコミュニケーションのキャッチボールをして、どん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 大きくなりたいなと思ってます。あなたのおハガキよろしくね。お相手はあなたの子が抜きコミみなみでした。それではまた来週ラジオでコミュニケーションしようね。バイビー。
you next weekend.